宮三年幕府は将軍上洛の警護を行う浪士組の募集を行った。歳三は武士になる好機と考え、近藤や司令官の門人職格とともにこれに加わる。しかしこの浪士組結成には作詞清川八郎の思惑があった。清川は浪士組を朝廷のために働く組織にするつもりだったのだ。そのことを知った近藤は清川に反発する。浪士組は程なく江戸に戻されることになったが、歳三たち近藤一派は朝廷よりも武士の頭目である幕府に仕えることを選び、京に残った。同じく残留した水戸浪士芹沢鴨の一派とともに京都守護職預かり身分浪士組を結成、不定浪士の取り締まりを始める。その5ヶ月後、京で8月18日の政変が起こった。ここでの働きを認められた身分浪士組は新たに新選組の名前を授かる。ついに自分も武士となったことを実感した歳三は、新選組を通じて理想の武士像を表現しようと考える。しかし芹沢一派は商人にお叱りを行ったり狼藉を働くなど暴虐の限りを尽くしていた。それは歳三の求める指導に反した行いである。事態は京都守護職の耳にも入り、近藤一派に芹沢派粛清の命が下った。実行のためには芹沢を孤立させる必要がある。折よく芹沢の側近新見錦の素行不良が発覚した。詰問の末切腹に追い込むため、歳三は新見の滞在する遊郭へと向かう。タイムそっちのけで遊郭が良いとはのんきなものだな。なんだと？貴様、副長の私に向かって無礼ではないか。ではお聞きしますが、このご遊興の費用どこから調達したものですか？失礼なことを聞くな。これは自分で。新見先生が芹沢局長の名を借りて作った莫大な借財。そうだな、山崎。はい。そんな男に副長を名乗る資格はない。おのれ、武州の農民上がりが。見苦しいぞ。言い訳なら頓書で聞こう。貴様の指図など受けん。始末は自分でつけたい。口だけは一人前だな。見ろ土方、これが武士だ。
武士の死に様だ。